第8代コー伯爵及び第8代オーラリー伯爵エドマンド・ボイルはアイルランド王国の軍人で貴族。1768年から1798年までは儀礼称号としてダンガー版子爵を使用していた。エドマンドは第7代コー伯爵エドマンド・ボイルとその最初の妻の次男として生まれた。1785年4月16日に 第22不評連隊の少尉に任命され、1785年12月10日には、第100不評連隊中位に昇進した。1787年5月27日、民兵のサマセットシャー連隊の中位に任命され、1789年4月22日、退位に昇進した。1791年1月27日、 第34不評連隊の隊位から独立した部隊の隊位へ昇進し、そのすぐ後に第14不評連隊に移った。1794年4月5日、できたばかりの第87不評連隊の少佐に昇進し、同年7月19日には連隊の中佐に任命された。1795年1月20日、第11不評連隊に移動した。 1796年5月21日、エドマンドは、コールドストリームガーズの中隊長となり、1798年1月9日には、ジョージ三世の副官に任命された。1803年7月、エドマンドは、第4不評連隊の半急から、不評の予備大隊である、第16ギャリソン大隊の大佐になった。1825年5月27日、エドマンドは、 大将となった。1835年7月22日には、聖パトリック勲章を除勲した。エドマンドは1795年10月9日に、彼の最初のいとこであるイザベラ・ヘンリエッタ・ポインツと結婚した。イザベラは、ウィリアム・ポインツとその妻、イザベラの娘だった。エドマンドの弟、コートネー卿は1799年に、イザベラ・ヘンリエッタの妹、 カロライナ・アメリアと結婚した。姉妹の兄は、ウィリアム・ステファン・ポインツである。エドマンドとイザベラは9人の子を設けた。エドモンドは1856年6月29日に、亡くなり、孫のリチャードが後を継いだ。1857年、彼のバッシュである、マーストンのチャプレン、リチャードは、聖火の敷地の南東の境界沿いに、貧しい人々の利益のために、そして、 父を記念してとして学校を作った。マーストンハウスエドマンドはサマセットのマーストンビゴットパークの敷地内にあるマーストンハウスに住んでいた。1817年に造園家のジェフリー・ワイアットビルを雇い、中央の区画をイオニア式の円柱で飾った。ジェフリーはロングリートでの業績でその地域では有名で、その後フルームの西洋羽船霊社協会でも業績を残した。 1821年、当時のヒルストリートとフルームのマーケットプレイスの角で、エドマンドはトーマス・ブーンからテント市場の上に古典主義建築による集会場を作るように説得された。1822年、その通りはコークストリートと名付けられた。エドマンドはブーンから近代的な市場にふさわし、い、デザインとしてフォロロマーノの画像を見せられていた。彼は難色を示し、 経済的なことを考えるとそれは無駄だ、と言った。しかし、ブーンの説得はそうこうした。それは、フルームで有名な建物の一つとして残っており、現在は一階が閉鎖された銀行である。彼らは様々なプロジェクトに共に取り組み、その中の一つに、エドモンドが理事長を務めた、クライストチャーチナショナルスクールがあった。エドモンドは貧しい人々の救済のために、 ブランケットファンドやコールファンドなどの地元の事前団体に寄付をし、また古い無貯蓄銀行の頭取りを務めた。ブーンは彼をフルームの住人の親切な友人として高く評価した。ありがとうございます。